ようございます。本日は第18回親睦ソフトボール大会にご参加ありがとうございます。天候の方も心配されましたけども、火曜日にゲリラ雨かな降りまして、一面がすごい雨だったんですけども、組合員の皆さんとあと事務局の皆さんがグラウンド整備をしてどうにか疲れになりました。ただしですね、前回予定していました4面でなくてですね、3面で大会を進めていきますので、しおり等でちょっと変更がありますので、その辺ご確認をして間違いないようにプレーをお願いします。次に優勝旗および優勝杯の返還をいたします。平成21年度につきましては雨で中止となりましたので、平成20年度優勝、チーム菊水 A チーム、前の方へお願いいたします。では返還の方をお願いいたします。はい、お預かりします。じゃあこれレプリカお渡しします。皆様おはようございます。本日の早朝からお集まりいただき誠にありがとうございます。先ほどお話ございましたように、今大会、13企業15チームの皆さんによりまして、優勝を目指し頂点を目指して、頑張っていただきたいと思います。本日はまた優勝チームに、町村代議士より、ソフトボールも頂戴しておりますし、本日わざわざ始球式のためにお越しいただきましてどうもありがとうございます。どうも。それとまた本大会につきましては本当に、各チームから出ていただき、組合員の皆さん等々、ご協力いただき、先週の雨からグラウンドも非常に悪い状態でした。それを砂を入れ排水をし、そして本日、3面で皆さんの熱い戦いの場を作っていただきましたことを心から感謝申し上げます。皆さんおはようございます。早朝から大勢の皆さんご参加で、13企業15チームということで大変盛大に開催をされますことをお祝いを申し上げます。私は第16回大会の時やっぱりこうやって朝伺いまして、非常に皆さん方がはつらつとプレーをしておられるのに、いいもんだなとこう思いました。本当は私も皆さんのどっかに加えていただいてプレーをしたいなという気持ちもありますが、まあ、実際多分振れば三振になるのがオチなんだろうとこう思っております。また今年審判をやるようになりましたんで、何年かちょっと空いてますんで間違うこともあるかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。我々選手一同はスポーツマンシップにのっとり正々堂々戦うことを誓います。8月29日石塚健一でした。さあ第一体操、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動から、はい、1 3 4 5 6、手足の運動、3 4 5 6、前へ下に曲げます。弾みをつけて、2、3、4、後ろ反り、渋谷。
4番の噂だよ、はい。